リカルド・アルベルト・ガレ・カナルディは、アルゼンチン・ブエノス・アイレス州、タピアレス出身のサッカー選手、現サッカー指導者、アルゼンチン代表であった。現役時代のポジションはフォワード。現役時代は、ボカ・ジュニアーズ、CA ・リーベル・プレート、CA ・ベレス・サルス・フィエルド、CA ・インデペンディエンテなどアルゼンチンの主要クラブに在籍し、 コロンビアのアメリカでカリでは2度のリーグ優勝と3度のコパリベルタドーレス準優勝を経験した。現役引退後は指導者の道に進み、ペルーのウニベルシタリオ・デポルテスを1度のリーグ優勝、ベレス・サルスフィエルドを2度のリーグ優勝、2015年から率いるペルー代表を36年振りのワールドカップ出場に導いた。 1978年にボカジュニアーズからデビューしたが、3年間で16試合にしか出場できず、1981年に CA サルミエントにレンタル移籍した。ボカジュニアーズに復帰してからは、ディエゴ・マラドーナと一緒にプレーし、8得点を挙げた。1985年、オスカル・ルジェリと共に、永遠のライバルである CA リーベルプレートに移籍した。 ユジェリと対照的にガレカは CA リーベルプレートで成功できず、1985年にフットボールプロフェッショナルコロンビアーノのアメリカで狩りに移籍すると、1985年と1986年にリーグタイトルを獲得した。1985年と1986年と1987年には3年連続で、 コッパリベルタドーレス決勝に進出したが、いずれの大会も、準優勝に終わった。1989年に、アルゼンチンに復帰し、CA、ベレス・サルスフィールドに加入して1992年まで、プレーした。1993年には、CA インデペンディエンテに移籍し、数年間プレーした後に、現役引退した。1981年、 ポーランドとの親善試合でアルゼンチン代表デビューした。通算20試合に出場して5得点した。1996年に CA タジェレスの監督に就任して指導者としての道を歩み始めた。1997年にはタジェレス監督を退任して CA インデペンディエンテ監督に就任したが結果はついてこず、同年末には タジェレスの監督に復帰した。1997から98シーズンには、タジェレスをプリメーラビーナシオナル優勝に導き、プリメーラディビシオン昇格を果たした。1999年には、コパコンメボルで優勝し、クラブに初めて主要タイトルをもたらした。ブエノスワイレスとサンタフェ以外に、本拠地を置くアルゼンチンのクラブが、国外大会で優勝するのは、 史上初めてのことであった。2000年には CA コロンの監督に就任したが、すぐにタジェレス監督に復帰した。2002年にはプリメーラビーナシオナルのキルメス AC 監督に就任し、2003年には AA アルヘンティノスジュニアーズ監督に就任した。プリメーラディビション昇格プレイオフでキルメス AC に敗れたが、 アルヘンティノスを昇格間際まで押し上げた。2004年には、選手時代にチームメイトであったガレカに誘われ、スペインの LJCF のアシスタントコーチに就任した。2005年には、フルスアメリカでカリを引き2006年には、インデペンディエンテ・サンタフェを指揮した。同年には4度目のタジエレス監督に就任したが、チームは、プリメーラビーナショナルでもがき続けた。 2007年10月には、ペルーのウニベルシタリオデポルテス監督に就任し、2008年7月には、アペルトゥーラのタイトルを獲得した。2009年に、アルゼンチンに復帰し、選手時代のフルス CA、ベレス・サルスフィエルド監督に就任した。就任直後の2009クラウス裏ラでは19戦で11勝7分1敗の、 好成績を収め、CA ウラカニア CA、ラヌースを抑えて、リーグ優勝を果たした。2009アペルトゥーラでは5位、2010クラウスーラでは9位と、安定した成績を残し、2010アペルトゥーラでは13勝を4分2敗で、勝ち点43を稼いで、エストゥディアンテスでラプラタに次ぐ2位に入った。 2010アペルトゥーラでは12勝3分4敗で2度目のリーグ優勝を果たした。2015年2月にガレカはペルー代表監督に就任。現役時代、1986年 W 杯予選でガレカがペルーを予選敗退に追い込むゴールを決めた因縁もあり、当初は批判された。さらに就任後初戦でベネズエラに敗戦したことでプレッシャーは増した。 しかしガレカは2016年にはコパアメリカではブラジルを破りグループリーグ1位通過そして2018フィファワールドカップ予選でチームを5位に導きプレイオフへ進出2017年11月にプレイオフでニュージーランドを2例で下し36年ぶりのワールドカップ本戦出場を決めた本大会では優勝したフランス、デンマークに敗れたが オーストラリアを下し、本大会では40年ぶりの勝ち星を挙げた。2019年のコパアメリカでは、グループリーグ3位と苦しみながら通過すると、決勝トーナメントでは、ウルグアイ、チリを下して44年ぶりに決勝に進出。ブラジルに敗れ順位優勝に終わったが、この成功は、ガレカの名声を確固たるものにした。ありがとうございます。